じゃあ仕事へ戻ります。行ってきます。もうこれ全部が僕の感謝と、意志の塊です。だいぶ無重力状態も慣れてきましたけど、相変わらず顔はこういう引きしております。で今日はこのフライトスーツ、これの簡単な説明します。これは正式名称フライトスーツなので、機能的にはもうこうやって下まで10分巻いて、だからつなぎでいろんなところにこうポッケがついてたりとか、あとベルクロっていっていろんなものを貼り付けるために、こういうふうにここにベルクロで iPad を、そうするとこうやって飛んでても大丈夫な感じになって、こうやってほったらかしてると飛んでっちゃうから、必ずこうやって全てのものにベルクロがついててベタッと貼れるようになってます。あっちの説明をぜひさせてもらいたいんだけども、まあ、まず、ね、これは皆さんご存知の通り日本国旗を背負わせていただいてます。ミッションパッチと言いまして、今回このパッチのデザインの、 あのコンセプトは